ちなみに某ひよえだじさんも正社員じゃない気がするんだよね。ひみこさん、ひぐえさん正社員ではないとひろゆきさんが話してましたが本当ですか？はい、エージェント契約ですか、パートですか、派遣ですか、外注ですね。はい。なぜかというと、僕の働き方は労働基準法に引っかかると思うんですよね。人として まあ、なので、自由裁量で働くようにならし、ね、なっております。はい、ね、K さん出たっつって、ね、害を及ぼす虫とか書かないの。はい。外部発注、外注ね。はい。でございます。でも正社員なのかな、わかんねえな。あんまり気にせず働いてました。はい。なんで、僕はだから労基に引っかからないように働いてますね。ということで、あまり真似しないでいただければと思います。あ、ちなみに僕は皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。